五感末期、世は乱れ、時代は混迷へと突き進んでいた。清涼の豪族董卓は宮中での宦官らの騒動に乗じ上洛。帝の身柄を確保すると自らは大尉の座に就いた。一方、これを妬み董卓を排除しようとする動きが起きる。曹操、袁紹らは反董卓を標榜し連合軍を結成。要衝古老館を破ると董卓のいる洛陽へと押し寄せた。寵愛する美女張骞さえいれば洛陽などに用はない。董卓はそう豪語すると都に火をつけ脱出を図る。しかし唐の張骞は出子家へと姿を消していた。張骞だけは譲れない。張骞だけは何としても連れて行く。荒ぶる董卓は美女の姿を追い炎に包まれた洛陽へと飛び出す。ちょっと痛いね。赤顔は皆死
トだぜ。誰か前線の者を捕まえて聞くしかないか。少々の配下の加工党といって死にたいやつだ。おお、まだ無駄口を切り切るか。ならば全力で相手をしてやろう。殺しじゃ。お見事、見せつけてくれますな。ハリュウ、ちょっと遊んでおる場合か。王戦じゃ、朝鮮はどこにおる。ええ、これは見ておりません。ずっとあの男と戦っていたもので。ええ、とんだデクの亡命。他の者の方がまだマシであろうぞ。先ほど死生界へ向かう人影を見ました。直線の領域さんで、おそらく朝鮮か。見事な軍人なりは、ならば超軍へ最強が来て参る。おお、入られる。だから本軍が指揮だ。この刃にて湧いていたす。ルカスだ。死水艦か。待っておれ朝鮮、今連れ戻すぞ。自滅すると思ったのだがな。
辺りにいるはずじゃ。知らないわけででも探し出さねば。手を伸ばしてはならぬ。尊敬生じゃ。この俺が相手だ。かい。捕ま
バイタワイ。ああ、わしと共に新天地に行こうぞ。